ういっす、どうも、ダキです。ってことで今日もね、エイフトの動画撮っていきたいと思うんですけども、来ましたね。ヨーロピアンクラブスアタッカーズということで、ドログバリベリーベルカンプ来ました。特に皆さんね、リベリー待ってたと思うんですけども、まあ、今回はね、この3人のレベル1能力値解説やっていきたいと思うんですけども、まずね、裏にハイライトいるじゃないですか。で、前回やったらジエリニスキーとか、この前とかラファシューバとかね、結構注目株いたと思うんですけども、まあ、今回僕がざっと見た限り、スキル優秀な人もおるんですけど、なんかそんなに注目されるほどいい選手いないので、今回はねちょっと能力値解説省きたいと思います。まあこのルイス・ディアスとかも結構ねウィング両ウィングできて、左サイドハーフできて、でダブタ持っててっていう感じで結構いいと思うし、出て選手なんかもね右ウィングで特殊ダブルタッチでスーパーサブっていうのはあんまいないと思うし、このイヴァヌシュツ選手、ね、両ウィングできて OMF のもできるんかな、しかもダブタ持っててワンパーワンシュースルーパー持ってるっていう、結構まあ優秀やと思うんですけども、まあまあまあって感じでしょ。ハイライトまあ当たった方は一回使ってみるのありかと思います。今回の注目株は多分ねリベリとログバー選手あたりやと思うんで、皆さんまあレベマ能力値解説とか、まあ、おすすめのタレントポイントの振り方とかね全部解説するんで、よかったら最後まで見ていただけるように嬉しいです。最近ほんまに YouTube1 週間2週間前から始めて、本当にねチャンネル登録者数もうちょっとで100人いけるので、よかったらねぜひチャンネル登録よろしくお願いします。これからもいっぱい動画あげます。評価基準がいつも通りこんな感じで、まあ僕の個人的な意見ですし、他の実況者さんと違うこと言ってると思うんですけど、まあそこは個人の意見として聞いてもらえると嬉しいです。それじゃあレベマ能力値解説やっていきましょう。はい、まず1人目はベルカンプ選手ですね。ベルカンプ選手がですね2列目からの飛び出しになってるということで、プレイスタイル最高ですね。 OMF、ST、CF ができて、でまあブースターがこんな感じで、テクニック2ということで、ボルコン、ドリブル、ボールキープ、グラウンダーパスのパラメータが2上昇ということで、うん、今のテクニックプラス2っていうのは今の環境にめっちゃ合ってると思いますね。でベルカンプのおすすめのタレントポイントの振り方はこれで、まあこれやったらスピスねえスピシュン80乗りますし、まあ、これ魅力はボールキープとかドリブル、ボルコンとかオフェセンとかですよね。ここら辺がもう水色の90以上いって、で決定力も全然あるし、まあ、ちょっと渋いとこが、まあ、2列目の飛び出しでこの能力かって感じなんですよね。だから2列目やったらやっぱスピシュンは欲しいなっていうのはあって、まあ、ドリブルとかねそれはこの能力やからしやすいと思うし、ボルコンがね101なんで、まあ、奪われにくいっていうのはあるかもしれないですけども、ちょっとね2列目の能力値としたらあんまりかなっていう風には正直思いますね。まあトッティの介護官的な感じかな、俺の感じ方的には。なんでまあベルカンプはね単体で狙ってまで引く選手ではないのかなという風に思います。はい、まあスキルはこんな感じで、そうですね絶対ダブタは欲しいって感じになりますね、ベルカンプ選手。まあダブタつけたらね、あとエラシコもつけたら特殊ダブタになりますし、まあ特殊ダブタ嫌な方はダブタだけでいいと思うんですけども、まあおすすめのスキル追加はまあダブタアウトスピンキックぐらいですかね。あめっちゃいいと思う、それつけたら。まあスピシュンちょっと気になるけど。続いてがドログバ選手ですね。ドログバ選手がですねライブレということで、もうセンターフォワードだけしか適性がないんですけども、ブースターがエアリアルプラス2ということで、決定力、ヘディング、ジャンプ、フィジコンということで、いやこれはドログバらしいなブースターがちょっとレベルの能力値見ていきましょう。はい、ということでドログバ選手の、おすすめのタレントポイントの振り方がこんな感じでいやドログバらしいな。決定力オフェセン高くて、ヘディングフィジコンが100キック力93、ジャンプ96。いやこれもうクロスゲーやったらめっちゃ強いんちゃう知らんけど。いやこれスピシュンはさそらあんまないけど、いやこれマジでねめっちゃドログバ背負ってからのワンツーパス&ゴーをかけたらめっちゃ強いと思うな。これオフェセンが高いし、これ結構使いたいと思っちゃう能力してるな。ちょっと今回の育成さ尖らしちゃってる部分はあるけどさ、結構強ないこれは。俺めっちゃいいと思うな、これ面白い能力してると思います。なんかけど万人受けはせえへんかなっていう風に思いますね。使いやすい人おったり使いにくい人おったりって感じで、多分クロス上げたりとかいっぱいする人は使いやすいという風に感じると思います。もし当たった方いたら使ってみるのはいいんじゃないでしょうかといった感じでございますね。いやスキルもねドログバらしくてですね、まあもう闘争心やったりヘッダーあるのはめっちゃドログバらしいですね。でエアバトルもあるしね、ライジングシュートワンパということで、まあつけたいスキルはベルガンプ同様ダブタと、まあ、スルーパスつけたいですね。まああとはシュート系でつけたいのはコンカかな。コンカつけたらめっちゃ強いと思いますね。いやこれめっちゃ強いんじゃないですか、スキルも。まあ、マジでヘディング強いと思うこれ。はい、続いて最後がリベリーということでね、これみんな待ってたと思いますね。もうリベリーおるならロッペンも出してほしいよねって感じなんですけども、適正ポジションがねウイング ST、OMF、 左サイド
ドハーフということで、いやこれ適正最高ですよね。でブースターがボールキャリープラス2、ドリブルボールキープ、スピードボディコンということで、いや最高のブースターじゃないでしょうか。はい、リベリーのねおすすめのタレントポイントの振り方がこんな感じで、いやーこれは強いなこれめっちゃいいやん。もう決定力もまあ80以上あるし、カーブ数値高い、ドリブル能力100あるし、スピシュン90、キック力94、ボディバラ93ということで、まあフィジコンあんまないけど、いやーもうこれね現環境に結構マッチしてると思うな。これめっちゃサイドのウィングとかで使いたいし、もう OMF でもねこれ無印の OMF になるでしょ。いやなんでこれめっちゃいいと思いますね、ほんまに。ぜひねリベリー待ってた人とか、まあウィングとかねそんな強い選手おらんかったり、まあ無印のね OMF とかでも強い人おらんかったらぜひ使ってみるのありやと思います。スキルもねあのダブタイラシコ持ってるんで、まあ足裏コントロールつけたら特殊になりますけども、まあ、リベリーはなんか特殊どうやろ似合う人なんかな、まあ使ってみんなそれは分からんねんけど、まあ、スルパも持ってるし、おすすめのスキル追加は、まあ、ワンパワンシューで足裏コントロールつける人はつけるみたいな感じだと思いますね。まああとはミドルコンカとか、いやコンカつけたいなちょっと、これめっちゃいいと思いますね。個人的には、まあ、ウィングで使うのが一番化けるんかなっていう風に思いますね。もし右ウィングで使うんやったら、アウトスピンキックとかつけたらめっちゃいいと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回のレベバ能力値解説やったんですけども、まあガチャのね、まあ、総合評価なんですけども、まあ、リベリーめちゃくちゃ欲しい人は引くべきやと思いますね。まあ、それ以外の方スルーでいいと思います。未課金未課金の方はまあスルー安定かな。まあ課金者ハイ課金者の人はね、まあ、リベリー当たるまで引いたらいいと思いますね。まあ、ドログバ好き嫌い分かれると思いますし、まあ、ベルカンプはね結局まあベンチ外になりそうな予感はしてます。まあまあまあ皆さんね、もしあのウィングとか無印 OMF とかでスピシュンちょっと高い人欲しかったりとか、ドリブルしやすい人欲しかったら、まあ引いてみるのは全然ありかなというふうに感じます。まあということでね、今回のねタレントポイントのおすすめの振り方とか見て、まあ参考になれれば嬉しいなというふうに思っております。まあこんな感じでイーフトの動画をねほぼ毎日上げてますし、まあ最近 YouTube 始めたんですけど、よかったらチャンネル登録していただけるとマジで嬉しいです。よろしくお願いします。ということで以上ダキでした。また次回の動画も見てくれると嬉しいです。それじゃあバイバイ。なんか質問あったら全部コメントで答えてるんで、よかったらコメントしてくださいね。